はい、今日も動画を見ていただきありがとうございます。今日はですね、筋肉をね、こうつけるっていうので、年配の方でも無理なくですね、引き締まった筋肉をつける、体操というかですね、をやってみたいと思うんですね。で、お腹をこう、へこんだ、ちょっとね、お腹がこう出てきちゃって困るよっていう方が、ぜひね、やってもらいたい、体操です。で、アイソメトリックっていうね、方法があるんですけれど、こう、等尺性運動って言ってですね、この、静的っていうか、動かないで、押し合うことによってこう筋肉をつけようっていう体操なんですね。なので、それもね、取り入れて、ちょっとお腹をへこますような体操っていうのをね、やってみたいと思います。で、まずね、仰向けにこう寝ています。で、仰向けに行ったら右足だけこう曲げてみてください。で、両手ですね、ももをこう押さえます。で、顔を起こしながら、足はね、胸の方に行こうとして、手はそれをぐーっと押し返そうとする。で、このまま息止めないように、ぐーっと押しながら、もし息止まっちゃう方は声を出しながらね、うーでもいいので、保ってる。で、鼻から息吸って、もう一回やってみますね。今度左の足を曲げてもらって、両手で左の足のももを持ちます。で、鼻から息吸って起きながら、で、鼻から息吸って手を楽な位置に戻しながら、今度は両足です。両足を曲げてもらって、両手で両腿を持ってます。で、このまま顔は膝のあたりを見ながら、で、鼻から息吸って手を楽な位置に戻しながら、で、こんな感じですね。この押し合うっていうのをね、こうやってもらうと、すごくですね、お腹がこう引き締まってきますんで、ぜひね、やってみてください。ありがとうございます。